きっかけは一通の履歴書だった。トドマツが応募したアイドルオーディション、それに俺も一緒に応募してみたんだ。その結果俺だけが見出された。俺の輝きがいよいよ隠しきれなくなってきたというわけだ。それからタイムゴーズバイ、時は流れ、オーケーカラマツガールズ&ボーイズ、今日はこの俺カラマツのバースデーライブにエブリバディ集まってくれてサンキュー。キャー、いた素敵、いたかっこいい、いたしびれる。ガールズのシャウトが俺の体を流れるブラッドを熱くたぎらせるぜ。おー、カラマツさん、いた最高、いた抱いてくれ。わお、ボーイズたちも生きり立ってるな。どうどう、慌てなさんなよ。そのソウルが俺をヘブンへと導くぜ。それじゃあ行くぜ。今日のソウルナンバーはガールズ&ボーイズに捧げるメモリー、セックスタブレットインヘブン。タブレットってのはムツゴって意味だ。いやらしいって意味じゃないぜ。それじゃあ行くぜ。 Go Heaven。 そして一気にスターダムを駆け上った俺だった。あら、これカラマツくんの CD じゃない。誰よ、こんなとこに捨てたの。ま、しょうがないか。完全な一発屋だったもんね。今じゃ CD も買い取り拒否されるって聞いたし。あ、これサイン入りだ。そんなわけで俺はまたこの平穏な日常へと戻ってきた。日本を、いや世界を虜にするにはまだ輝きが足りなかったということか。いや違うな、早すぎたんだ。時代が俺に追いつくにはな。だがその日は必ずやってくる。ライトウェイ、すぐにな。さてステージは変わったが、ガールズ&ボーイズには俺の歌を届けなければ。聞いてくれ、セクスタプレットインヘブン。うっせえぞクソ奴。